ロシア軍電子戦でも優勢に、ウクライナ軍無人航空機大隊。ウクライナ東北部でロシアと国境を接するハルキウ州で5月10日に始まったロシア軍による突然ともいえる春季攻勢で新たな戦線が形成されつつあり、兵力、武器、弾薬ともに圧倒的に不足するウクライナ軍に大きな圧力がかかっている。無人となったハルキウ州の村ストレリチャでは、ここ数日でロシア軍が占領した数カ村の一つだ。同じように無人となった村ではロシア軍歩兵部隊が徒歩で村を占領した。ウクライナ軍の最大の懸念は、ロシアが国境沿いにさらに戦線を広げ、限られた兵力をさらに酷使し、約束された西側の軍事援助が届くまでの隙をつくのではないかということだ。それを阻止するために約1000キロに及ぶ戦線に沿った拠点で、これまでロシア軍の前進を食い止めるために配備されていた戦闘旅団から貴重な予備兵力が新たな戦線に投入された。ロシア軍の攻勢を受けて、ドネツク州バフムートに配備されていた第92独立教習旅団の無人航空機大隊アキレスも5月10日ハルキウ戦線に投入された。 AP 通信は部隊の所在地を明かさないという条件でアキレス大隊の取材が許可された。国境沿いのロシア軍掃討作戦の一環として、部隊は24時間体制でハルキウの主要道路を監視し、爆弾を積んだ自爆型無人機を飛ばして敵の軍用車両を破壊している。ロシア軍が到着した夜、アキレス大隊は主要道路を走る多くの軽軍用車やトラックを破壊した。翌日の夜にはドローン部隊が射程圏内にいることにロシア軍が気づいたのか、車両の数が減ったという。ロシア軍はウクライナ軍の自爆型無人機を無力化するために電子戦を使って優勢になった。ロシア軍はウクライナ軍のジャマーを回避するために新しい周波数を配備し、ウクライナ軍のドローンの周波数を消す別の方法を見つけている。最近ロシア軍は亀の甲羅のようなものを装備した戦車を公開しており、そのような設備を破壊するのは難しくなっているという。プーチン氏訪中、習氏はウクライナ戦争でどんな代償を支払う用意があるのか。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が16日から2日間の日程で中国を訪問している。プーチン氏はこの公式訪問の前、両国の連帯を前例のないレベルだと称えた。ウクライナへの全面侵攻開始から2年以上が経った今、中国はプーチン氏にとってかけがえのない友好国となった。中国はこの戦争を非難することを拒否し、重い制裁を受けているロシアとの通商を続け、アメリカや欧州連合、EU を苛立たせている。しかしプーチン氏はさらに多くを求めているようだが、中国にはその代償を支払う気があるのだろうか。バランスを取りながら、プーチン氏は先週5期目の大統領宣誓を行った。その後初めての外遊先に中国を選んだのは驚くことではないかもしれない。プーチン氏は中国国営メディアに対し、2日間の公式訪問を前に両国の関係が最高潮に達したと述べた。このインタビューでプーチン氏は中国の武術や哲学への興味を語り、家族が北京語を学んでいると話した。困難な国際的状況の中、我々の関係はなお強化されているとプーチン氏は述べた。しかしプーチン氏がその友好関係をひけらかす一方で、中国の習近平国家主席には心配の種があるかもしれない。アメリカはこのほどロシアの制裁回避を手助けしている疑いがあるとして、中国政府に加え、ロシア政府と取引している香港の銀行や企業に対する新たな制裁を発表したばかりだ。中国はロシアに武器を売却していない。しかしアメリカと EU は中国からの技術や部品の輸出が戦争に不可欠になっていると見ている。アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は4月の訪中の際、 BBC のインタビューに応じ、
欧州の安全を脅かす冷戦終結後の最大脅威に中国が油を注いでいると話した。アメリカや EU にとってこれが越えてはならない一線となっている。しかし中国はウクライナに対する姿勢は中立であり、戦争以外の商業的な用途で使用される輸出品はルール違反ではないと主張している。それにもかかわらずこの疑惑は習氏の先週のフランス訪問につきまとい、魅力構成だったはずの外交に水を差した。また EU が中国への独自の関税を検討する中、中国に対する懐疑派とタカ派は声を大きくし、習氏に対してプーチン氏にもっと圧力をかけるよう求めている。そして実際低迷する中国経済に貿易相手国からのこのような圧力に耐える余裕はない。国内需要が弱いということは海外の市場が必要だということだ。これらすべてが習氏を厄介な状況に追い込んでいる。限界はどこか。ロシアがウクライナに侵攻する数日前、中ロの指導者らは限界なしのパートナーシップと協力関係の進化を発表した。西側諸国に対するイデオロギー闘争の同志としてこれは理にかなっていた。中国は今でもロシアをアメリカ主導の世界秩序を再構築する鍵だと考えている。両国の貿易は盛んだ。シベリアから中国へ天然ガスを運ぶシベリアの力、パイプラインでの安定供給を含む安価なロシアのエネルギーは中国にとって利益となっている。それでもウクライナでの戦争が長引くにつれ、中ロ同盟は限界なしには見えなくなってきた。 BBC の分析では、この文言はほとんど国営メディアの報道から消えてしまっている。米カーネギー国際平和基金の長通上級フェローは、中国はロシアとの戦略的パートナーシップにおける無限性を軽視していると指摘する。中国は西側の影響力を削ぐという目標を支援しているが、核兵器の使用をほのめかすといったロシアのいくつかの戦略には賛成していない。中国はロシアを無条件に支援しているように見えることが自国の評価にどう影響するかを非常に気にしており、国際舞台で自国の正当性を高めるために戦略を練り続けている。直近の欧州訪問の際に習氏は、中国はこの危機の発端でも関係国でも参加国でもないと述べた。これは中国政府が国民に言い続けていることでもある。ウクライナ人は今も塹壕で血を流している。だが中立を公言しているからといって検閲の厳しい中国のメディアでウクライナへの同情が簡単に目につくわけではない。中国の国営メディアは未だにロシアの侵攻を正当化し、アメリカが支援する北大西洋条約機構、NATO の拡大に対するロシアの迅速な報復だと説明している。中国人アーティストのジョ・ユイシン氏は、2022年初めてキーウを襲った爆発をテレビで見たとき、この状況を記録しなければと決意した。私は武器を持たないがペンを持っていると女子はアメリカのアトリエから BBC に語った。女子が最初に描いたウクライナのボロデミル・ゼレンスキー大統領の肖像画はソーシャルメディアで大きな話題となった。戦争が始まってから毎日絵を描いている。一日も休んだことがない。新型コロナウイルスにかかった時も外国旅行をした時も毎日描いていた。女子の作品は中国で検閲されていないが、中国での反応に女子は驚いたという。これまでの経験とは大きく違った。炭鉱労働者を描いた時にはもらったコメントは全てポジティブなものだった。文化革命についての作品さえ賞賛を受けた。批判はほとんどなかった。しかし今回は反発を受けたと女子は述べた。弾薬満載のロシア戦車に自爆ドローンが突入。とてつもない爆発で吹き飛ぶ。ウクライナが映像公開。砲塔も高々と吹き飛ぶ。ウクライナ国防省は2024年5月13日、弾薬を満載したロシア軍の戦車に自爆型ドローンが突入し、
撃破する映像を公開しました。映像ではロシア軍の戦車の後方から自爆型ドローンが忍び寄り突入、とてつもない大爆発が起き、砲塔がかなりの高さまで吹き飛んでいます。自爆型ドローンが突入した際に戦車に搭載していた弾薬に誘爆したとみられます。映像はウクライナ陸軍で精鋭とされる第47独立機械化旅団が撮影したとのこと。ウクライナ国防省は映像の公開にあたり、アウディウカ方面の花火、それは弾薬を満載したロシアの戦車でしたとコメントしています。アウディウカ方面ではロシア軍の進撃が続き、ウクライナ軍にとって苦しい戦いとなっているものの、自爆ドローンは戦果を上げ続けているようです。